海外史とは、中世日本において、和よ、寄進などの財産処分を行って所有権の移動が行われた後に、元の所有者あるいはその子孫らがその行為を否定して取り戻す行為。買い返し権という権利も存在していた。平安時代の区家法においてはいかなる場合でも、食い返しは認められていなかったとするのが通説とされているが、 強量違反や不幸など律令法における廃着に相応するような罪の事実が子孫にあれば五条有効説によって海外史は認められたとする遺説もある。鎌倉時代に入ると、区下法においても子孫に対する海外史が場合によっては認められるようになっていたが、その場合においても親の保護下にない既婚女子への乗与分の食い返しの禁止などの厳しい制約が設けられ、 特に本人もしくは愛を受けた子孫が、第三者に譲った場合にはいかなる場合でも、食い返しは認められなかった。これに対して、武家法においては、僧侶の親権をより重要視する立場から、自社への寄進を除いて、広く認められた。ご成敗式目によれば、親が、子息二条とした所領の食い返しには何ら妨げはなく、娘の場合でも同様であること、たとえ、 鎌倉幕府から安徳出し文を下されて子則に保障された所領でも例外ではないことが定められたに対する海外史は本来は娘に準拠して海外史が認められるとしつつも実際に問題が生じた場合には証文や所領の実態を見て判断することされ外孫の実家との対立を抑制する方針が取られている文永4年には食い返しの対象となり得ない 他人はよそのものを禁止し、また従来夫が所領を常与した後に離別しても、妻に罪がなければ海外史ができなかったが、ここで改め嫁した前妻への食い返しが認められた。また、御成敗式木製提示には、兄弟製鉄に対する海外史は、他人はよの例に準じて認められていなかったが、忍次元年に本主に、父母の例をなすか恩子によって、 分与を得た者が本主に敵対する行動をとった場合には食い返しの対象とされ、昭和3年には兄弟製鉄に対する海外しが全面的に認められた。もっとも兄弟製鉄など自己の子孫以外の者に対して買い返し刑を行使する場合には事前に幕府の許可を必要とした。還元元年には被護国の相良長頼りが 前の僧侶であった兄の許しを生前に得ていたことを理由に兄の実施に分与されていた所領に対する買い返しをしたところ幕府の許しを得ずに勝手に食い返しをしたとして所領の一部を奪われている。また親による食い返しは自由であったとはいえ後日の紛糾を避けるためにあらかじめ所領の分与を定めた際に作成する譲り状や処分状に食い返しの要件を定めて 自ら制約しようとした例もある。また、親が、繰り返し権を行使した場合でも事後における幕府への報告義務はあったと考えられている。こうした規定は、鎌倉幕府が御家人に対して課していた、御家人役が円滑に行われるためには、総領に対する属的結合と財政基盤の確保が必要であり、そのために総領の権限強化を図って御家人の、 所領分散による急防化を最低限に止めるためのものであったとされている。南北朝時代に入ると、区議法でも武家法と同じように区議返しを広く認める方向に転換していった。これは、区議の間でも所領の分散化を避けて着手のみに相続させるという武士と同じような相続形態に変化したことに伴う側面が大きい。なお、 自社に対する寄進については、自社側から、すでに属界を離れた神仏への寄進物を食い返す、言われはないとする主張が強く唱えられ、こうした寄進は、食い返しの対象にはならないことが、中世の一つの応報として確立することとなった。鎌倉時代作成の文書であるが、この絵家が作成した、この絵家書領目録、小総称次第によれば、大都の藤原忠実と藤士市長者、 藤原忠道の不死が対立して、旧安六年に忠実が忠道の技術と富士市長者からの追放を宣言した際、忠実が忠道に与えた所要に対して、海外市を行ったとする記述がある。ありがとうございます。